どうも、南光一です。私は熊本市立千原台高校の校長をしています。さて、今日はですね、久しぶりに本校のキャプテンインタビューシリーズということで、野球部のですね、新キャプテンを迎えしています。部活動もですね、まだ3年生が残る部、例えばサッカー部だとかですね、あるいは男女駅伝、そういったところは3年生が残って最後の全国大会を目指していますが、野球部は早速ね、新チームで受けしました。ではキャプテンどうぞ。はい、じゃあカメラに向かって自己紹介してください。こんにちは。野球部新キャプテンになりました、岩下くです。二岡中学校出身です。はい、二岡出身の岩下くん、新キャプテンですね。もうすでに彼は去年から試合出てましたね。はい。はい、大会もね、出て活躍をしてました。さて、新チームになってね、もうしばらく経ちましたが、どうですか、チームの調子は。全員が声出してまとまって、意識高く持って練習に取り組んでます。はい、私もね、これちょっとね、練習試合の様子とかね、覗きに行きましたけどね、みんな頑張ってましたね。ではですね、早速野球部はもう、来年の春の甲子園につながる、熊本地区の、高校野球大会が今週末開幕ですね。はい、初戦の相手はどこですか。熊本工業です。おお、熊本工業出ました。熊本県内ね、もう最強のですね、高校ですね。過去何回かな、甲子園でもね、準優勝してますね。熊高に対してどうですか、やれそうですか。はい、練習試合でも勝ってるんで。勝ってる。でも勝ってるからといって、うん、油断せず挑戦者の気持ちで頑張りたいと思います。お、練習試合でちなみにスコアは何対ですか。7対6でした。7対6、1点差、大接戦ですね。先日もね、練習試合結果聞いたら6対5とかですね、結構打撃戦でね、勝ってる試合もあれば、接戦で負けてる試合もあればということでしたね。そして熊本工業にもし勝てたら次はどこが来そうですか。秀岳館。秀岳館、これまた強豪ですね。熊本工業秀岳館ということで、全国的に、ね、有名なチームを、ね、当たってますけども、ぜひですね、2つ倒して甲子園に向かって、ね、やってほしいと思いますね。今年のチームのモットーみたいな何かありますか、こういうようなこと。自己満の野球はせず、うん、バッティング打てない日もありますし、うん、守備でもやらせる日もあるんで、うん、打てなかった日は、守備でカバーして、うん、守備でやらした場合は、うん、バッティングでカバーするという目標で、うん、一人一人が支え合って頑張ってます。いいですね、チームワークですね。はい、はい、それぞれがね、ミスする日もある、打てない日もある、そういうところをお互いにカバーしてチームが一つになって、じゃあ熊本工業にね、立ち向かってぜひ初戦勝利してください。はい、頑張ってください。はい、じゃあありがとうございます。じゃあ私も応援に行きたいと思いますので、勝利を期待します。勝ちますか。勝ちます。はい、よかったです。はい、じゃあありがとうございます。はい、大変ね、頼もしい言葉を聞けました。まずはね、強豪熊本工業との試合ということでね、私たちもね、しっかりみんなで応援していきたいと思います。これからまたね、いろんな部活動のキャプテンや生徒会の活躍した人たち紹介していきます。また見てください。じゃあ、またね。